宿友のモデル天文1号は中華人民共和国が2020年7月23日に打ち上げに成功した火星探査ミッションで用いる探査機の名称である。中国が打ち上げ、着陸に成功した初の火星探査機である。探査機は火星軌道を周回するオービターとランダー、探査車から構成されている。探査機の名称の天文は戦国時代の詩人、屈原が 宇宙創造伝説などへの疑問を綴ったし、天文に由来し、真理を追求する精神を託した。探査機の総質量は約5トンで、周回機には、隠しカメラのほか磁力計、地中探査レーダー、赤外線分光計、家電粒子、中性粒子センサーを搭載する。探査車の質量は約2 4 0ラムで、太陽光で駆動し、 広報や探査に使う隠しカメラのほか、レーザー有機ブレークダウン分光計、磁場検出機、地中レーダーなどを搭載、約90火星日間稼働する予定で、地形や実質、気象の調査を予定している。探査車は、中国神話の宿遊にちなんで、宿遊号と命名された。2020年7月23日、文書衛星発射場から調整5号ロケットで打ち上げられた。 ありがとうございます。